200% アップだぜ。行こう。ほう。やったー。さらば諸君。これはどうしたんだ。パワーが強くなりすぎてジョイント部分が耐えられなくなってるんだよ。ライン。項目がバラバラだぜ。本当だ。ダメか。発想は良かったのに。シミュレーションだけで判断するのはまだ早いよ。改良できるし。そうだな。なんとかしなきゃ。ブラックベイダー系に対抗するためには絶対必要だからな。ブルもいるんだけど。ブル？なんだよ。ブルが秘密兵器になれる。ブル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 ドーブル。お前ブラックベイダーにコピーされただろ。お前の役目は戦うことじゃなくてコンボックを補佐することじゃないか。ブルン。ねえブルモーター、ミニコンをロビックスへ運んでいってあげて。ブルン。強化パーツを借りてくるんだ。大急ぎで頼むよ。それがブルの役目。ブルン。スピードの出しすぎだコン。だって大急ぎなんだブルン。ごめんブル。さあわしのスパイたちの報告をチェックする時間じゃ。スパイ衛星とコネクトしました。ラサからの報告です。いいぞ、すぐに見せろ。反重力エアゾールの実験がありました。反重力じゃと？スプレーすると浮くのか。面白そうじゃな。でどうだった？人間は浮きませんでしたが、始発料としては役立ちそうです。ああ、そりゃいいね。わしも1ダース欲しいって言いたいがくだらん。引っ込んどれ。はい。熱。あれ、雨宮。雨宮ね。今度は何の研究をしとるんじゃ。いいよ、触媒を頼む。はい。成功だ。このクローン金属を使えばロボットの大増産が可能になる。大発明ね。大発明じゃと？信じられん。クローン金属。雨宮め、いつの間にこんな研究を。これが手に入ればわしの計画は大幅にスケジュールを短縮できる。ブラックベイダー。ありゃ、スカベンジャー、ブラケンはどこ行ったんじゃ。あのブラックベイダー、わしはまだ何の命令も出しとらんぞ。クローン金属の研究データは持ち帰ります。わしの作戦を聞かずに勝手な行動を起こすな。失敗したらどうする。ご心配なく、ついでにコンボックも始末してきます。どうやって。それは秘密です。何を言ってるんだ。お前とわしの間じゃないか。隠し事はダメだ。やつを利用してやる。カムバック。フルモーターが当てにされてないなんてことないかん。そうブル。みんなコンボックだけをパワーアップさせようとしてるじゃないかブル。ブルだってパワーアップしたいのに。今のままでもいいじゃないか。それより今はやることがあるコンでしょ。ああ、なんだ。
お、どうしました？忘れ物だよ。強化パーツですか？そうだか。何やってるの？絶対に色落ちしないペイントの色当てしよ。これは？これは蛍光塗料し。このままじゃ見えないしけど、紫外線を当てるとフラッシュ。へえ、面白いブル。透明なのにな、ブル。触っちゃダメしゅ。ジュー。だから言ったしゅ。ごめんブル。もう邪魔しないで向こう行っててほしいしゅ。はいブル。技術的シミュレーション。ミニボーンブルは廊下で待ってるブル。ブルってそんなにダメロボットなのかブル？秘密兵器にもしてもらえないし、ブル？ブルはもっと優秀だブル。今に見て、ブルは通った。どういうことブル？ちょっと待てブル。ブル？なんだブル？待てブル。じゃあまた後で来るコン。お待たせコン。コン？ブルモーター。ちょっと、おい待てブル。下ブル。よし、間に合ったブル。近寄るなブル。やっぱりお前ブル。エレベーターより速いとは見直したぞ。うるさいブル。このブルがお前を捕まえてやるブル。お前ごときがこの私に盾つくだと。ブル。体が瞬間酸化剤。お前はすでに錆びついている。ブルしばらく眠っていてもらう。ブルモーターとミニコンのやつおっせえな。何やってんだろう。いいよ、補強パーツがなくても実験はできるから。そうだよ。よし、これでいいぞ。できた。よし、コンボくん行くぞ。オッケー。じゃあ発射。うまくいけばいいけど。ハイパワーアーコンボ。やった、うまくいったぞ。コンボ君、今は組み合わせの調子を見るだけだ。パワーをセーブしろよ。わかった。攻撃力、耐久力、すべて順調にパワーアップしています。すげえじゃん。全然平気だったな。コンボ。ブルモーター、研究開発室に何の用ですか？雨宮博士に頼まれたデータディスクを取りに来たブル。そのままお待ちください。博士に確認を取ります。先日プロフェッサー K 一味の侵入事件があってからセキュリティが強化されて確認が必要になったんです。ブルモーターがそう言ってるのか？彼に用事を頼んだ覚えはないぞ。何ですって？大変だ。ブルモーターがいない？コン、急に消えちゃった。コン、完全封鎖するんだ。了解しました。パパ、またブラックベイダー系が侵入したんですって？ああ、今度はブルモーターに化けているようだ。奴はクローン金属の技術データを盗んだかもしれない。ああ、
聞こえないのか？パワーをセーブできないのかも。ダメだ、パワーを落とせない。こうなればコンボリアクション。あだうわあ、ね、大丈夫か？変なとこにパーツが絡まっちゃった。通信だの。みんな大変だこ。どうしたのミニコン、落ち着いて。ブラックベイダー系がロビクス社に現れたこ。ブルモーターに化けてるこ。またかよ。これはまた大勢でお出迎えでな。お前はブラックベイダー系だろ。おとなしく盗んだものを返すんだ。バレているなら仕方ない。コンボックはいないのか？コンボックならすぐに駆けつけてくるコン。そうならばしばらく遊んで待っていることにしよう。ベイダーに成功法じゃ対処できん。 あそこまたブルモーターに化けてるわ。早くシャッターを閉めろ。退路を断つんだ。了解。タクミ早く。分かってるよ。コンボックとロボピッツが到着しました。入れてやりたまえ。はい。ブラックベイダーが消えた。何？待ってた。博士、ブラックベイダー消えよ。この建物から出た形跡はない。ブルモーターに化けてどこかに潜んでいるはずだ。ブルモーターは無事なんですか？いや、それがわからないんだ。そんな。ブルモーター、お前の出番が来たぞ。さあ、私のために働いてくれよ。ここは…そうだブル、あいつを探さなきゃブル。なんだい？ブラックベイダー系！大変です！いけない！ブラックベイダー系は1階のエレベーターホールよ！助けて！誰か！おとなしくするブル！やめて！助けて！みんな、ブラックベイダー系を捕まえたブル！違う！私はここの営業ロボです！そうだ！騙されないぞ！ブラックベイダー！ブル？何を言ってるブル？ブラックベイダーはこいつだぞ！私はブラックベイダーなんてロボットじゃありません！そう言うなブル！リュウタ、分かってブル。ブルの役目はコンボックの補佐だって言ってたブル。ああ、確かに言った。いつ？お使いに出す前さ。このブルモーターは本物だ、間違いない。リュウタ、ブル。でもそれだけじゃ。そうし、ブルモーター、右手を出すし。右手？光ったし、本物のブルモーターし。手についた蛍光塗料が証拠しゅん。ほら、これで分かったろ。私も本物です。いや、こいつの足に紫外線をブル。光ってる。ブルは倒された時、お前の足を掴んだブル。ね、ブル、観念するブル。ブルモーター動くな、ブラックベイダー系。この建物は完全にシャットアウトした。瞬間移動もできない。もう逃げ場はないぞ。それはどうかな。さあ、ショータイムだ。そいつの背中を見てみる。それは高性能爆弾だ。封鎖を解かないとここはコッパみじんだぞ。そんな。俺が剥がす。ダメ、触れない。
どうしたんだブルモーター。バッ、どういうこと。封鎖を解除しろ、アマミ。クローン金属のデータを持ったまま返すわけにはいかん。博士たちが。あ、ザクミが。ザクミ、今助けてあげる。イチロー。それほど人間が大事か。当たり前だ。イチロー、今行く。バカな。やめろ。ブルモーター、目を覚ませ。何これ。ブルモーター。爆発の時間が。ブルモーター。モジュールが外れました。天宮博士たちが協力してくれるから今度はきっと完全にパワーアップできるさ。そうなればブラックベイダーになんて負けないさ。うん、これでブルモーターのバックアップがあれば完璧よ。ちょっと恥ずかしい。ブルモーターこれからも期待してるよ。俺たちはチームなんだから。そうだな。もちろんもちろん。根こそぎ奪われたわ。ああ、クローン金属のデータだけじゃない、ネットワーク暗号もだ。プロフェッサー K はそれを使って何を。おそらく。これはわしが欲しかったものか。そうです。やった、嬉しい。ソフトも入手したんじゃな。はい。そうか。ブラケイちゃん、お前は実に素晴らしいロボットだ。愛してるよ、最高。あ
雨宮もたまには役立つものを開発するじゃないか。素晴らしい、ファンタスティック。ゾンボット軍団があっという間に増えておる。クローンだけにクローンしたな、なんて。いよいよ本格的にロボット大帝国建設を実行に移す時が来たんじゃ。わしが初代皇帝キイじゃ。あ、アボが